こんにちは、吉田さん。アカウントが今制限を受けてますけども、このリレーは別に何の影響も受けずにやり取りできるということですよね。まあ、YouTube のアカウントが一つ一時的に使えないぐらいでね、こんな自分の歩みを止めることはないということでございます。でも多くの方は YouTube のアカウントに制限を食らったわけでもないのに、アップロードがちょっとおぼつかないのかなと思うんですよ。いや、逆にね、今日私もまっさらなところからスタートですよ。まあ、多少のね、下駄はあるにしてもまっさらなところからスタートなんで、ここからね、用意どんで、始めてくださる方がいてもいいんじゃないかなと思うんですよ。本当に似たような条件でのスタートになると思いますしね。まあそうまで言わなくても、もうすでに私よりも先に始めている方、まあ、順番で言ったら私の方が先かもしれませんけども、私が動画アップロードしてるのを真似て最近始めた方とか、ここ1年で始めた方、私がこの1週間でどこまでね、追い上げていくか、もしくは追い抜いていくか、新しい挑戦になるんじゃないかなと思いますんで、今回の私のね、今回の措置をきっかけに、ちょっとね、競争してみませんかということもね、投げかけさせていただきます。やっぱりね、この私のね、この使ってないアカウントからの放送だと、全然これね、本当再生数及ばないですよね。普段からそんなにね、何千も何万もあるわけじゃないんで、当然ですよね。大体100前後回ればいい方だなっていう動画が、アカウントいきなり何の予告もなく別のところから行くわけですから、それはね、10越せばいい方だと思うんですよ。まさに YouTube を始めたばかりの人と同じような条件になったわけなんですよ。まあ、思えば吉谷さんもアカウントバンクになった時にこんな感じで、新しい歩みをスタートしたのかなと思いますけども、私の場合はね、1週間ぐらいしたらまた回復するっていう見込みがあるからまだいいですよね。取りだめた動画も結局13,000本ぐらいからプラスでいけますんで、そんなに痛手ではなくてね、自分を鼓舞するにはそんなに、大きなエネルギーを要しなかったんですけども、まあ、吉田さんのようにね、2000本ぐらい動画アップロードしたところで、そこそこ集客力もついてきたところでアカウントバンされてね、しかもバンのあれがでしょ、警告1個受けて警告に対して再審査を請求したらドンという、ね、要するに言いがかりをつけるなっていう話だったのかもしれませんけども、まあそれも込みで私たちは YouTube っていうプラットフォームを使わせていただいてるわけなんで、 YouTube の機嫌を損ねないようにやっていかなくてはならないかなと思います。ただあんまり萎縮する必要はなくって、何が一番 YouTube の機嫌を損ねるかというと、何もアップロードしないことなんですよね。やっぱりいろんなトライをして、なんか意地悪でね、発信を NG にしてるわけではなくて、全体的なバランスを取るためとか、他のメディアとの連携を深めるためとか、 YouTube 自体が使用禁止にならないために、やっぱりユーザーさんにも配慮を呼びかけているところだと思いますので、そこはね、特定の自分だけ、特定の自分の放送だけを禁じてる、いわゆるその情報の統制を図ってるわけではないっていうことはよく理解しないといけないかなと思います。ただ一部の表現っていうのはね、必要ですからね。だってね、今までね、そのびっくり系 YouTube 動画ですごいなと思ったのが、なんかアラブの格好をして爆弾みたいなのをなんかいきなり家とか店とか会社に放り込むみたいなドッキリがあったんですけども、あれはやりすぎでしょうと思うんですよね。あとなんかエレベーターから降りてきてドアがパーッと開くと、そこになんか死体があったみたいなね、しかもその死体がムクムクと起き上がって追いかけてきたみたいな、これはちょっとやりすぎだなと思うんですよね。こういうふうな、なんか人を恐怖に陥れたりとかして喜ぶみたいなのは、やっぱり初期の頃には許されたのかもしれませんけども、今は全然 YouTube といえども、やっぱダメですよね。思えばね、昔その全員集合みたいな番組があって、なんかそのすごい際どい、放送とかあったわけですよね。なんか女体神経衰弱みたいな感じで、女の人がこううつ伏せになっているんですけども、100人ぐらいね、全部全裸なんですよ。ほんでこっちとこっちをペラッて変え出すと、なんか胸の大きさが同じだからみたいなんで、これとこれ撮れるみたいな感じで撮って、なんかね、やらしいことをね、想像させるような番組ありましたけども、あれも完全にアウトですよね。よく当時あんなのがね、7時から9時のファミリーが集う時間帯にやってたなみたいなことがありますけどもね、何なんでしょうね、あれはね。まあとにかくね、今日言えることは、道を塞がれたかといって、無活動になる必要はないと。いろんなルートで前に進めってことですよ。どんなことがあっても前に進めってことですね。ね、吉田さんね。いらっしゃい。